ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。木下マイスター東京潜入動画第3弾は田添健太選手のインタビューです。ダブルスの名手として知られ、昨シーズンの T リーグファイナルでも一番ダブルスで貴重な白星を挙げました。今回はそのダブルスについてや木下グループの環境、最近誕生したお子さんについても話を聞きました。ダブルスで結構活躍されてたなっていう印象なんですけど、ご自身としてはどういうシーズンでした？決勝で琉球やってダブルスで出させてもらったんですけど、ダブルス取るか取らないかで多分展開が変わってたと思うんで、その責任を結構感じていて、ファイナルで使われたら絶対に勝とうと思ってたので、まあ、勝ててよかったです。長嶋さんとは全日本社会人も出て全日本も出て、まあ、結構練習もやってたので、まあ、お互いに信頼し合ってできたんじゃないかな。結構実績もすごいんで、まあ、あとは頼んだって感じでしっかり僕の仕事をやって大島さんに任せるっていう感じでやってました。全日本もダブルスで両方ベスト4どうでしたか？最初美和ちゃんとダブルスを組んで、練習の時から組みやすくて優勝狙えるなと思って、まあ、優勝狙っていったんですけど、準決勝で僕は最後ポロポロとミスっちゃったんで、そこは申し訳ないなっていう気持ちが強いです。ダブルスは大島さんと組んでて優勝する自信も結構あったのでしょうがないんで、今年は優勝目指して頑張りたいなと思ってます。なぜ自信をそこまでダブルスに強いんですか？ダブルスだとパートナーが打って次帰ってくるコースとかが結構わかるっていうか、予測して狙うことが自然にできてる。昔からでもダブルスは結構得意な方があって、それをもっとシングルスに活かせようとは思うんですけどそれがなかなか難しいです。シングルスでもっと結果出したいっていうのはあります。だけど逆に言ったらダブルスは絶対に負けたくないって気持ちが強いんで、 D リーグでも全日本でもダブルスは絶対に負けないっていう気持ちが強いです。有本美和選手と組んであんま年の差とかは気にならないんですか？あんまり気にならないです。まあ、年上の人が次こうしてこうしてって結構言うんですけど、僕はこうしてっていう時もあるんですけど、どうしたらいいっていう時もあるんで、そういう時にあ、じゃあこうしてくださいって言ってくれた方が僕も結構やりやすいんで、結構言ってくれたのでやりやすかった。上下関係がちょっとありすぎるとやっぱ言いづらい部分ってあるじゃないですか、プレーの中で。本当はこうしてほしいのになと思ってる時もあると思うんで、コミュニケーションはしっかり取るようにはしてます。ここの環境について何がいいかとかちょっと語ってもらってもいいでしょうか？もう見ての通りやっぱトレーニング施設ですかね。 あそこまで揃ってるものはないんで。結構する？結構します、週に2回トレーニングをしなくて、しっかりしたフォームとかでトレーニングをしてるので、来ない時とかは自分で足りないところをやったりとかいつでもできるんで、ここが結構でかいですね。どんな感じのスケジュールなんですか？火曜日と金曜日の午後がトレーニングです。3時間ぐらいあります、もうみっちり午前練習して、午後4時か4時半ぐらいから大体7時か7時半ぐらいまであります。でもやっぱやってるかやってないかで全然体の動きとか変わってるし、特に僕がダブルスに出ることが多いので、うん、しっかりトレーニングすればちゃんと動けるんで、うん、動けてない時は僕サボってるあいつサボったな。選手としてはどういう風にやっていきたいとかってあるんですか？体が動く限りは続けたいなと思うんで、僕結構怪我が多いんで、怪我に気をつけながら長く続けられたらいいなと思ってます。 T リーグは2連覇目指して頑張ります。全日本は、まあ、1番はシングルスで、今まで最高が16なんで8以上目指して頑張りたいと思います。ミックスダブルスと男子ダブルスは去年優勝逃したので、今年は優勝できるように頑張りたいと思います。お子さん誕生おめでとうございます。ありがとうございます。そっちの調子はどうですか？子育てとか。今奥さんが実家里帰りしてて、そんなに会えてないんですけど、生まれてから1週間ちょっと会うことができたので可愛かったです。胸キーとかで僕も眠いんですけど、寝ながらこうやってやってました。パパになったなっていう時の心境はどんな感じだったんですか？もっと頑張らないといけないなっていうのが、はい、一番です。田添選手、取材ご協力ありがとうございました。ダブルスだけでなくシングルスでも今季の活躍に注目です。続いては及川瑞基選手のインタビューをお届けします。チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。 Rallies